島津成明は、江戸時代後期から幕末の大名で、薩摩藩11代藩主、島津市28代当主、今泉島津家出身で成明の幼女、天章院は、江戸幕府13代将軍、徳川家定の正室。薩摩藩による、布告強兵や植産工業に着手し、国政改革にも貢献した幕末の名君である。 西郷隆盛ら幕末に活躍する人材も育てた。島津成明文化6年3月14日、島津成沖の長男として、江戸薩摩藩邸で生まれる、一。母、渡る姫は、剣婦人として知られた人物で、この時代には珍しく成明はじめ、渡る姫出生の三人の子供は乳母をつけず、渡る姫自身の手で養育された。また、青年期まで存命であった。 祖父父第八代藩主、重秀の影響を受けて洋楽に興味を持つ。これが周囲の目にラングセと映ったことが皮肉にも薩摩藩を二分する構想の原因の一つになったとされる。成明が次の藩主となれば、重秀のように公金を湯水のごとく追やし犯罪性の困窮に一層の白車をかけかねないと特に藩上層部に心配され、 成尾は成尾明が四十歳を過ぎても、家督を譲らなかった。また家老、図書広里や成尾の側室、おゆらの方らは、おゆらの子で成尾明の異母帝にあたる久光の擁立を、格索した。成尾明派側近は、久光や、おゆらを暗殺しようと計画したが、情報が、事前に漏れて、首謀者十三名は切腹、また連座した約五十名が、遠投、近身に処せられた。 成明ら派の4人が必死で脱藩し、成沖の叔父にあたる筑前福岡藩主、黒田成博に援助を求めた。成博の仲介で、成明と近しい幕府老中、安倍正宏、伊予和島藩主、伊達宗成、越前福井藩主、松平義長らが、事態収集に努めた。こうして開園4年2月に、成沖が隠居し、成明が、第11代藩主に就任した。 この一連のお家騒動はおゆら騒動と呼ばれている。藩主に就任するや、藩の布告強兵に努め、洋式造船、反射炉、洋航炉の建設、地雷、水雷、ガラスガス島の製造などの修正管事業を起こした。火影四年七月2には、土佐藩の漂流民でアメリカから帰国した中浜万次郎保護士藩士に造船法などを学ばせたほか、安政元年、 洋式帆船、いろは丸を完成させ、帆船用帆布を自生するために、木綿棒石事業を起こした。西洋式軍艦、昌平丸を建造し幕府に建造している。昌平丸は後に、江戸地開拓の際に、関林丸と共に大きく役立った。黒船来航以前から、蒸気機関の国産化を試み、日本最初の国産蒸気船、熊き丸として結実させた。また、 貸し階級出身の西郷隆盛や大久保利市道を登用して朝廷での政局に関わる。成明らは松平義長、伊達宗成、山内豊重徳川成明、徳川義勝らと藩主就任以前から交流を持っていた。成明らは彼らと共に幕政にも積極的に口を挟み、老中、安倍正宏に幕政改革を訴えた。特になりは、 黒船来航以来の南極を打開するには、後部合体、武尾海国を置いて、他にないと主張した。安倍正宏の内閣を受け、薩摩藩の支配下の琉球王国を介したフランスとの交易を画策し、一騎四郎を派遣したが、後の成明の休止で頓挫している。安政四年の安倍正宏の死後、安政五年に大老についた、井いなと、 将軍軽視問題で真っ向から対立した。第十三代将軍、徳川家貞が病弱で死死がなかったため、胸なり他四健康成明と共に、次期将軍として、成明のこの吉信を推した。成明は、厚姫を家貞の性質として嫁がせ、さらに公家を通じて、吉信を擁立せよとのうち直効果を調停に、請願した。一方、井伊直助は、 奇襲藩主、徳川義富を押した。直助は、大老の地位を利用して、強権を発動し、反対派を弾圧する安政の大国を開始する。結果、義富が、第14代将軍、徳川家持となり、成明らは敗れた。成明らはこれに対し、藩兵5000人を率いて、抗議のため上落することを計画した。しかし、その年の7月8日、鹿児島城下で、 出兵のための連兵を観覧の最中に発病し、7月16日に死去した。去年50。死因は、同時に本で流行していたコレラという説が有力であるが、そのあまりに急な死は、弱死がいずれも要請していることとも合わせ、父、成尾や、伊伯帝、久光、または、その支持者の陰謀であるとの噂もあった。なお、源太郎は、漫画、 風雲寺たちにおいて、薩までは、これらの流行がすでに終わっていること、症状悪化の緩やかさが、これらの症状に該当しないこと、異常なまでの心臓の衰弱が、赤痢、腸チフスなど、これら以外の病気を死因とする他の病死説にも、当てはまらないことを指摘し、毒殺説を案に支持する立場を取り、当初赤痢説を支持していた、海音寺長五郎が、小説、 西郷隆盛の第二範から、毒殺説に転じたことも紹介している。成明の死後、その遺言により、久光の長男、忠義が後を継いだ。なお、遺言では忠義に、成明の長女を、嫁が、素条件で、仮養子とし、六つを、明丸を、後継者に指名しており、明丸と忠義との相続争いを未然に防止する、内容になっていたが、 アキラは、安政6年に3歳で溶接した。成明アキラの写真、成明アキラの娘たちの写真。左から、ノ姫、ヒ美ビメ、姉姫多数の子女のうち成人したのは、妻との間の娘3人のみで、全員が弟、久光の息子の妻となった。さらに、養子氏の忠義に嫁いだ娘2人はいずれも難産で、死去し、無事に成人まで子が育ち自身も命を流れたのは、 紀姫ただ一人であった。成りの血筋は、六つを、明丸るが三歳で溶接したことにより、男系子孫は途絶え、紀姫を通じて女系は、島津家の処分家などで続いた。成りの母、渡る姫は、鳥取藩主、池田春道と仙台藩主、伊達十村の娘、生姫との子であり、織田信長、徳川家康、伊達政宗、毛利元成の血を引いている。 島津成明像明治5年12月2日までの日付は一時資料に基づく旧歴が主体で、新歴は換算結果である。その後の日付は新歴を主体とする。テレビドラマ NHK 大河ドラマ小説漫画映画。ありがとうございます。